指原理乃道の料理に困惑も、故郷、大分の郷土料理に似た発想には、良いかも。タレントの指原理乃、31、が、23日深夜放送のテレビ朝日、キッチンカー大作戦に出演。食べたことのない、デザートパスタに想像を膨らませた。番組の企画、監修、秋元康氏のアイデアから、食通たちがいくつものプランを出し合い、キッチンカーのメニューを決めていく番組。今回は、デザートパスタ。東京、代官山の人気店、お山のカツボケレ、オーナーシェフ氏、松永大樹が、パスタと何を合わせれば、面白いか模索した。指原は、桃が乗ってるパスタとか、フルーツパスタは、好きなんですよ。と好みを明かした後で、あんこパスタ、麺菓子、パスタ、チョコレートパスタなどのメニュー案に目を向けると、多分これ私無理かもしれない。無理です。食べられないと話した。プライベートでもよく松永シェフのお店に足を運んでおり、確かな腕を信じているものの、今回ばかりは信頼できないとコメントし、笑いを誘った。あんこを使った和風のパスタデザートが紹介されると、これは良いかもしれないと前向きな姿勢を見せた。故郷、大分県の小麦粉の麺にきな粉をかけて食べる郷土料理、痩せ馬に似ているとし、いけるかもしれないと興味を一旦示したが、めっちゃ食べたいかというと食べたくないと笑った。